91式手榴弾は、大日本帝国陸軍が、破片手榴弾、小銃的弾用として採用した10年式手榴弾の改良型である。第2次世界大戦が始まった当時、手投げ式兵器としては97式手榴弾へと更新されていたものの、日中戦争の参加部隊や予備兵力、また、大日本帝国海軍の海軍陸戦隊では未だに使用されていた。 日本陸軍は近接兵器としての手榴弾に注目し、こうした兵器を白兵専用のものとして最も効果的に活用する研究を始めた。初期の手投げ式破片型手榴弾は10年式手榴弾である。この手榴弾が前線の兵士のもとに登場してすぐ、あといくつかの問題が生じた。投擲する際、進間が不安定で不正確なことから1年式手榴弾は 投げ手にとってひどく危険なものとなった。また、この兵器は普通のものより小型であると見られており、所要の致死性を書いていた。1931年、陸軍の技術部門は、こうした問題に対処するため改良版を開発した。戦場での手榴弾と迫撃砲の使用について、慎重に研究した後、日本陸軍は、手榴弾、小銃敵弾及び敵弾、 小型迫撃砲弾において統一されたシステムを作り出した。これらは都市部、残豪、あるいはジャングルといった環境での近距離戦闘に理想的に適合していた。この設計思想の一部として、日本陸軍は1932年までにほぼ普遍的な融通性を持つ破片型手榴弾を一通り揃えて採用した。91式手榴弾は投擲が可能であり、 迫撃砲に似た敵弾頭でも使用可能だった。91式手榴弾はこれ以前に採用されていた10年式手榴弾とほぼ同一の設計で作られている。91式手榴弾の主な相違点は10年式手榴弾の玉体長部に溝が入っていることと比べ、91式は皿状の長部を持つことである。10年式手榴弾と同様、 玉体底部のネジが刻まれたソケット部分は敵弾頭での使用を考えて付けられた補助推進用の容器になっている。新艦の内部構造は雷管を打撃点火した後に可動内部の遅延薬が燃焼するものになっている。使用に先立ち一旦安全ピンとひぼを外して激震をねじ込んでおく必要がある。点火するにはまず安全ピンを引き抜き、 誹謗の頂部を打撃すると激震がバネの圧力にこうして押し下げられ、雷管を突く。新管の側面には消結があり、使用前には金属箔で塞がれているが、塩気薬の燃焼に伴って消結から煙が吹き出る。この手榴弾は炸裂する前に7から8秒の遅延病児を組み込んでいる。この特徴は91式手榴弾の他の用途、つまり、 敵弾頭からの発射や小銃敵弾としての使用を考慮して組み込まれたもので、長い遅延表示は標的に到達するまでの長射程の飛行を可能としている。また、この手榴弾は敵弾頭での使用を考慮して、弾体下部の創薬室内部に推進用の創薬と雷管を収納している。敵弾頭の砲弾に使われる際には発射時の完成により、 激震がバネの弱い圧力にこうして押し下げられ、雷管を叩いて新管が自動的に作動する。加えて、91式手榴弾は床板や椅子の元に安全ピンを除去して設置し、ブービートラップとして使用できた。しかし、91式手榴弾は他の日本製手榴弾と同様、玉体、新管、作薬の製造と量産の欠陥に苦しめられた結果、 威力のまちまちな爆発、遅延病児の不正、弾体が不規則に破片化するなどの問題を生じた。戦争中、これらの製造上の問題は未解決のままとされた。実戦では手投げ用として91式手榴弾の7から8秒という遅延病児は長すぎるものであり、敵がこれを拾い上げて投げ返すのを許すことになった。この解決にあたり、 破片型の97式手榴弾は、最初から投擲での使用を意図して採用された。また、97式手榴弾の遅延病時は4秒とされ、敵弾頭で打ち出すために、創薬室を設けるような設計を行わなかった。製造工程を単純化する、こうした変更は一方で、後の任務における不慮の使用を妨げた。短い遅延表時の97式手榴弾が生産に入り、 前線で戦う部隊に届けられる一方、日本軍は敵弾投用及び手投げ用の武器として、従前の91式手榴弾を使い続けた。91式手榴弾の多くは4から5秒の遅延秒時にするため回収され、新艦も延期時間が短いものに交換され、弾体底部のメネジが削り取られたほか、弾体の外周に小さな張り出しが溶接された。これは、 10年式的弾頭や89式重的弾頭に装填できないようにするためで、また、弾体底部が白く塗色されていた。この結果、作り出された回収済みの91式手榴弾は、その白い弾体を除き、97式手榴弾と外観がほぼ同一のものとなった。日中戦争当時、91式手榴弾の改良型が、 日本軍不評の標準的手榴弾として登場し、また第二次世界大戦を通じて様々な作戦に投入された。ありがとうございます。